本当にだ。うわー、おいしそう。はい、皆さんこんにちは。ひかりチャンネルのなさみです。今日はじゃ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 ーん、これなんだと思います？なんとジビエグルメセット。私があのおばさんに野菜を送ったんですね。そしたらなんとおばさんからお返しが来て、いいのに。それがまたなんかすごいんですよ。おしゃれで美味しそうなジビエセットだったので、今日はこれを開封して食べていきたいと思います。それではどうぞ。それでは開けていきます。ミントが入ってる。わー、クルックフィールズ、シャルキュトリー、イノシシ、シカ、豚など、テリーヌかー。うわー、これはコーンビーフ。コーンビーフ、ほうれん草のイノシシほうれん草のソーセージ、もう味が想像できない。これもコンビーフになるの？じゃあ。ディアブルストって何？へぇー、辛そうだな、これちょっと色。チョリソー、チカだって。うわー、おばさんありがとう。こちらの3つは開けてもうそのまま食べれるそうです。で、ソーセージはあの焼くかボイルするかって書いてあったので焼いていこうと思います。この間のチャムチャムチャムスで焼いていこうと思います。まずはパンを切って、これスーパーで買った塩パン、パンを切って、ここに置いといて、ディアブルスト、ハムみたいな感じかな。おいしそう。わかんなくなっちゃうから、これディアブルスト。美味しそう。鹿肉のテリーヌ、すごい美味しそう。なんかこう洋食って感じですね。フレンチってイメージ。これもそのまま食べれるんだ。結構当たりく、ジビエをやるとワンちゃんがすごく反応しますね。そのまま食べる。コンビーフ、コンビーフ好き。鹿のコンビーフは食べたことない。あ、ハムじゃなくてコンビーフだ。わ、ピアブルスト、鹿のテリーヌ、鹿のコンビーフをホットサンドしていきます。イエーイ。オリーブオイルをちょっと垂らして、はい、カセットコンロ。
弱火で2分ぐらいですかね。はい、1分半経ったのでひっくり返します。それでは開けていきましょう。一度火を止めて混ぜよう。いきますよ。うわー、おいしそう。コンビーフ、ピアボロスト、このミントを照らしてくださいってことかな。ちょっとさーっと湯煎できます。のぞみ流ジビエ贅沢ホットサンド、いただきます。美味しそう。まずは私がちょっと一番個人的に気になったコーンビーフからいきます。熱い。いただきます。うん、カリカリのパンに、うん、ジューシーなお肉がしみしみしてて、カリカリでふわふわで美味しいです。ミントはお口直しかな。うん、ほなピアボロス、ピアブルスト、ハムのことかな。いただきます。イノシシ、熱い、やばい。うん、おいしい。旨味がギュッとしまったハムみたいな感じですかね。うん、めっめっちゃ美味しい。最後はテリーヌです。やばっ。まだそのまま食べてないんですけど、多分そのまま食べるよりも温めた方が風味豊かになるんでしょうね。食べた瞬間ふわっと鼻を抜けるこのジューシーなお肉の味わい、マヨネーズかけたら絶対美味しい。火を通さなくてもそのままお召し上がりくださいって書いてあったので、そのままも食べてみようと思います。まずはイノシシのピアブルストからいきます。粗いハム、塩気が多くて粗いハムみたいな感じだけどね。あ、肉厚なキメの粗いハムみたいな感じです。次は鹿のコンビーフ。ハムみたいだよね。ハムみたいだけどね、なんかこうやっぱり切るとコンビーフ感出ますね。わー、
おいしい。これおいしいコンビーフ。お好みです。説明すると、すごく淡白で、あっさりしてるんだけど、でも、お肉本来の味がすごく豊かに表現されてます。これでも、ワインとかお酒好きな人めっちゃ好きだと思います。めっちゃ美味しい。チーズにもね、合うよ。チーズ挟みたくなっちゃうもん。これ裂けるチーズだけど。裂かないけど。最後は、テリーヌです。切れないでね、ブチって切れちゃう感じ。うわ、なんだろうこの旨味。うん、一番ジューシー。何で固めてるんだろう。一緒に食べます。それではシカチョリソーとホイノシシほうれん草のソーセージを食べていきます。これはしっかりとグリルしていきましょう。私辛いのは苦手なんだけど大丈夫かな。暑い。はい、暑い。さあ。はあ、安心。実はですね、私イノシシのソーセージをずっと作ってみたかったんですよ。これでちょっと勉強して今度作ってみたいと思います。自家製イノシシソーセージが絶対美味しそうだと思いません？それでは開けていきます。まずはで、オープンだ。うわー、おいしそう。それではいただいていきたいと思います。いただきます。私辛いのが人よりだいぶ苦手なので、普通のイノシシとほうれん草のソーセージを食べた後ちょびっとチョリソーを食べてみます。わっ、刺した瞬間弾けるようなプチっていった。まずはそのままいきますね。断面はね、こんな感じ。結構ほうれん草入ってますね。いただきます。あっかい。スパイス効いてて美味しい。弾力があります。美味しい。粒マスタードつけてみましょう。うん、これは美味しいです。はい、チョリソーに挑戦していきます。重ねて言いますが、私は本当に辛いものが苦手で、まずカラムーチョが食べれないんですね。なのでもしかしたらちょっと味わいをお伝えすることができないかもしれないんですけれども、それでも食べてみます。弾力、ちょっとにしようかな。まず
匂いはしないんだけどな。ビカラ。あー、後から来るタイプだ。でも大丈夫、私が食べれるんだから多分お子さん食べれると思うぐらいの、あ、お子さん無理かな、辛さ。ちょっと辛いけど、さあ今度は味わいをお伝えしていきます。うん、イノシシのソーセージに比べたらやっぱタンパクですね、鹿の方が。うん、少し塩分は強めで肉肉しくて、後から辛みがピリふわ全体に広がっていきます。マヨネーズをつけたら辛みも和らぐと思うので、マヨネーズをつけていこうと思います。まろやか。チョリソーはマヨネーズとの相性めっちゃいいと思います。はい、いかがでしたでしょうか。今日はおばさんのプレゼントしてくれたジビエグルメセットをいただきました。あのね、感想はやっぱり普段私が作る料理っていうのはどう転んでも日本人向けの日本人が作った料理なんですけれども、やっぱりこうたまにフレンチナイズっていうか、すごくこうおしゃれで日本人があまりしない味付けのジビエを食べたので、すごく新鮮で美味しかったし、すごくお酒も進みました。おばさんありがとう。これからもですね、いろいろな動画を配信していきますので、よろしければチャンネル登録とグッドボタンお願いします。また私が運営しているホームページ、ツイッター、インスタグラムなどもありますので、チェックしてみてくださいね。それではまたお会いできる日を楽しみに。さよなら。